あ私はカラフルがいいって言ってカラフルなやつにしましたねじゃあこう伏せりますねじゃ一1枚目ななみさんやばいこういうことしたことない2枚目いきますせーのせんおレれいなさんだえすごいえ待って嬉しいメッセージつき嬉しいやば70年いつもありがとうこれから NGT ホテルーと一緒にいろんな景色を 見ていきましょうえす,すごく字がとてもお綺麗ですねやばい私の字すごく大きいんですよ今回今ツイッターバグってる私もびっくりした私もツイッターバグってますねええ嬉しいわわわわ大丈夫です生きてましたえっと本当にメッセージ付きはとても嬉しいはいそれでは3枚目いきたいと思います残り3枚なんですけど本当にすいませんなんか買ってみたいなと思って買ったんですよ こういうやつ、木村さまのじゃんおえ？日向さんだ。わあ、日向さん。あ、これあれですね。七赤い七のやつですね。かわいい。かわい,い。ちょっと待って、これさ、電気消す電気消した方が見えやすい。やはあ、嬉しい。今回のね渡り鳥たちに空は見えないの。 あれですねセンターの日向さんですやば嬉しい誰出ても嬉しいんですけど本当に嬉しいいざ出ると果たして自分は出るのでしょうか4枚目じゃんおえみはるさんえ待って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 今のところこのまあ3枚引いたんです4枚引いたんですけどそのうちの <laughs> えななみさんは2期生さんなんですけど みはるさんが出ましたやばいきせいさんまたメッセージ付き n t t 劇場7周年応援してくださる皆様ありがとうございます八年目も幸せでいいよね。幸せでいます本当にえ嬉しいやっぱり可愛いですねこのハウスイン巻き私大好きなんですよそうそうそうラストもうすいませんもうラストで申し訳ないんですけどラスト果たして自分は出るのか いきますせーのじゃんあひのさんだあえまたついてるえ待って私すごくないですかなんかすごいメッセージついてるやった7周年これからもよろしくお願いしますってありがとうございますかわいい私すごくひのさんのショートがとても大好きでございましてうんしかもなんだろう役舞台の役で切ったんですよね確かひのさんそのなんだろう 仕事に対する気持ちがとても素晴らしいなと思っててそうそのために髪を切るっていうのは素晴らしいでございますやったーえっ待ってちょっと誰誰のが出ても嬉しいですけど <laughs> え嬉うれしいえでもなんか3期生出ないのびっくりした今てっきり3期生が出るかと思ったはい復習していくと <laughs> ななみさんとレーニャーさんと。 ひなたさんとみはるさんときのさんでした。ありがとうございました。ロア氏の写真入ってた。おお、本当によかった。ちなみに私の写真ゲットからしてくださった方いますか。ベ <laughs> ルちゃんもクリリン役が回ってきた髪切る。そうですね。うん、切るかな。なんか特に舞台 舞台とかって普段そんなけ普段経験できないものなので着るかなわかんないその時の場合によるけど着るかもしれないメッセージ率高いそうですね嬉しいこれんあ今回アップが出なかったのかなこれよりもアップありますよね本来多分 あちゃんの生写真出ましたよえ表紙になってたありがとうございますい嬉しいちょっとこんなに指紋をつけてたら嫌なのでちょっと申し訳ないのでちょっとフィルムに入れたいと思います <laughs> 私はこういうフィルムなんか硬いフィルムもあるんですけど私はでもこのペラペラ派なんですねすすでに揃ってるありがとうございます え嬉しいな初めてこういうの買ったんです <laughs>。なんかみやさんがなんかこの前福袋でなんか開封してみたみたいな三万五千分の福袋の生受信開封されていたので、そうそれの配信を見てたんですよ私は。それを見てああやりたいと思って、そう別に開封配信がやりたいってわけじゃなかったんですけど。 このドキドキ感って私たのなんかすごく好きだなって思ってやっていましたあ嬉しい一期生さんが3人もいらっしゃる3期生出ないのはびっくりしたなルアが出たら喜んでね <laughs> これはでもあれだよね 誰が出ても嬉しいよね正直開運配信盛り上がるしもっと撮ったやった <laughs> みんなが楽しんでくれればそれはでいい私もすごく楽しいねなんかもう2セットくらい買えばよかったかもしれない <laughs> なんか本当は自分で自分で買ったつもりだったんですけどなんか買えてなくてあれなんてだけど 本当はもう開封配信できなかったんですけどママ氏が買ってくれてたので今日の髪型いい感じありがとうございますすごくよかった次もランダム写真あったらロアシ買っちゃおうかな次たくさん買ってみたい ね、ナイスママしだよねベイちゃん写真出た本当にありがとうございます地味にこれ入るのが遅い <laughs> よいし o ー。最後みはるさんの写真をしまってと嬉しいみんな <laughs> 髪の毛切れありがとうございます 特に今日は高いポニーテールです。この髪の毛伸ばしてるからめっちゃ中途半端。はい、できましたー。<laughs> はい、ちょっと地引きはできなかったんですけど十分楽しめたのでとてもいいです。はい。 それではこの開封配信はね終わりたいと思います普通に今度は雑談していきます嬉しいなんかツイッターせっかくツイッターでなんかみんなさ何々出ましたとかあるからさすごく見たいのにさなんか今ね <laughs> 今なんかねすごく不具合かな不具合でいろいろなってるので ねーちょっとごあ送料送料すごくかかるんですね送料720円もかかるのありゃね私も検索できないびっくりして私のせいかと思ったら不具合だったんですねこれも開けてみようと。 ホールはいつ使おうかななんか使う時は私こういうの飾る系というかしまっておく系なんですよね送料のことは考えないことにして、ね、そうだよ、ね、だからさ買うとしたら生きがいがちょっとあれですよねまあいつも一個一個買うよりはお得ですよねまとめがいける素敵素てい まさかこういうのさ自分がグッズになると思わないじゃんめっちゃ嬉しい昔昔こういうね k p o p アイドルをしてた時があったんですよでこういうの買ったことがありましてそうなんかそれに自分が乗っててなんだか懐かしい気持ちになります 懐懐かしい懐かししいいちなみにそういうなんか k p o p をしてた時代はこういうところがめっちゃ裏がめっちゃ削れちゃったんですけどこれは大丈夫なのかなすごくかわいいね皆さんあと明日あシアターくじも。 明日よろしくお願いします同じ日公園来てねシャーターくじ可愛かったよ <laughs> ポリポリ そう3月から新しいシアターくじなのみんな楽しみでしょ私もう見ちゃったんだすごくかわいいからみんなに逃げとしてもらいたいね来週中にコンピューテーありがとうございます前髪直したり直さなかったり なんかここ今日でフォロワーさんがすごく急増して今日の朝 <laughs> 10人くらい増えました本当にありがとうございます <laughs> 嬉しいなんで今日の朝なんかそんな面白い配信したかな明日早速やるありがとうシアタクジーくじ楽しみにしててね ね嬉しいことでございます最近口に出してないんだけどフォロワーすごく気にしてるルアシなのでフォローしてたつもりができなくて今日しましたえありがとう嬉しい気になるのはこのクマなんだよねく寝てる寝てるのになんでこんなにクマがひどいの 私なんか下にブラウンの <laughs> ブラウンのなんかアイシャドウでも塗ってるみたいなくらいやばいよねなんで寝てるよねルアシうん7日の公園行きますえっ、ー、久しぶりにやっとビルちゃんあれに来けえー、嬉しいありがとう待ってますねありがとう嬉しい ううちょっと前髪前髪溶かす成人で本当に申し訳ない <laughs> 常に常にこうやって,やってまだ睡眠が足らないなんだって !?5 時間寝れば満足なんだけどルアシ実は足りてないとかある <laughs> 固定コメント PC で見えるとサイレムから青白に見えるあらゆきちゃんカラーやないかいそれは本当に 背景が赤ってことあさってひむな祭りそうだねなんかあれだよねひむな祭りに特化したギフトとかあるらしいですね七時間半寝なそうだねちょっと今日寝てみようかな今日たくさん寝れるんですよありがたいことにあり,がありがたいこと <laughs> ありがたいことに本当にありがとうございますねまたまだロ、ま、アー何も食べてないんだけどさ なんかいいものある？高校卒業しました。祝ってください。あら、本当ですか？おめでとうございます。それは嬉しいですね。おめでとうございます。なんか今日も私駅を歩いてたんですけど、結構皆さんあの卒業証書を持ってなんか写真撮ったりしてたので、やっぱり高校ら辺の時期が卒業かなと思ってたら早速。 ありがとうございます。おめでとうございます。次、大学生かなわからないけど。楽しんでください。<laughs> ちょっと、私の私の中学おめでとうパーティー、いつにしようかなと思ってるんだけど。新しく紅っぺでうちは作りますかえ、紅っぺ、ペ嬉しい、ありがとう。紅っぺ ちょっと待ってなかなか前髪が気に入らないあと10分なのになかなか前髪気に入らなう大変なことですねうん視聴者の皆様ありがとうございますああ嬉しい <laughs> ありがとう私のファンの皆さんはみんなお,お優しいので。 それ早めに決めましょうそうですよね私の中学おめでてイパーティーおめおめでめでてイパーティーいつにしようかな結構こう見えて3月ほぼ毎日スケジュール入るんですよ多分 <laughs> あら大変あら大変ですよこれは ち待って眉毛ないことわかるわバレるんだけど。ちょっと眉毛ないことバレる。なんかすごい巻いたら面白いことになりそう。なんかパーティーやるんだったらなんかえー、面白いじ <laughs> <laughs> ちょっと待ってなんか変だな。えー、ちょちょっと待ってね。<laughs> なんかつぶれ。 自分の前髪つぼるからちょっと待ってなんかいつものルアじゃないよねちょっと待ってなんなら朝の方が可愛かったんじゃねいルアあ治直ったか OK ですびっくりした時間あと寄付ねごめんね少々お待ちいただきましたありがとうございます磯部でございますすっか 24時間かわいいありがとうじゃああれですか寝てるルアもかわいいってことですか寝てるルアすごく最悪ですけどなんかこんなあってんな <laughs> 寝てるルア氏もかわいいとそれは嬉しいねどんなことも受け入れてくれるファンの皆さんラブだよ ごめん、23時間だったちゃうな。何その1時間どこ ?1 時間何 <laughs> 寝てるわ、可愛いわ。寝てるとルアをかけてきたな。可愛いと思います。そうだよね。まだ見たことないもんね。寝てるルア。なんか。写真あるんですけど、写真が絶望的なので皆さんにお見せできない。本当に。そう、なんかよく私はリビングで寝てるんですけど、それをね、ママ氏が、あの、 撮ってくれるんですよなんか毎回面白い顔してたり半目だったりとかするので,でもママ氏が毎回寝顔を撮ってくれるんだけどそれが悲惨だからねなんかもうアイドルじゃなくれってレベルの顔なの5時間睡眠だから19時間可愛いありがとう <laughs> 5時間をのかれちゃったよありがとうメールインドしてください なんかちょっと可愛い寝、ね、顔あったら載せるね本当にアイドルじゃなくなるこれは大変なことになってしまうよ寝てるところメンバーに隠せるあのねなんかい居眠り居眠りじゃないなんだろうねあのガチ寝がやばいです私の顔だからなんか仮ミとか仮ミとかはまだ可愛いただ目つぶってなんか 魂抜けけてるくらいなんだけどガチ寝がやばいです <laughs> あと6分だ早い今日ねんとは配信できるか分からなかったからみんなに伝えてなかったんだけどめっちゃ急いで帰ってきて今もう直行でルアーの部屋来ました玄関開けて。 まあ、いつかいつか見せれる時があったらメール一番最初に先行公開しますねいびきかかない多分それは大丈夫だと思う大丈夫でありたい <laughs> <laughs> 大丈夫がいいな 机に見せてくれん、嫌です。見せない。見せない。見せない。ふう時間作ってくれてありがとう。いいえ。ワールド美術館行きたい。そうですね。最近ワールド美術館激サボりしてるので、さすがに焦ってます。すみません。今度。 じゃあ聞きます、ね、来週から来週からワールド美術館とかあとルアラブリストとかいろいろ再開したいと思いますので最近自分なんか自分的になんか今まで一番忙しかった時期があるんですよ今まで一番忙しかった時期にメール毎日4つ送ってたんですね4つ送っててなんなんかなんだろうね めっちゃ忙しかったのになぜか4通遅れたんですよその時はなんかその時の自分がすごく尊敬していて今私はねだからなんか最近その慣れとかもあるかもしれないのでそうツアーの時がやばかったんです私の体力体力そう朝起きてダンス朝すぐ寝るみたいなメールみたいな感じの毎日あったのでなのにメール4通遅れてたから。 そう慣れとかで今最近はなんか自分怠けてるなってなんか勝手に思ってるのでさすがに初心を忘れず初心に久しぶりに戻りたくさん SNS 更新できたらなって思います。頑頑張張るわまあネタがなくなってきたっていうのももうあるんですけどね正直。 正直ネタはないよいよつでも <laughs> だから普段のルアーをメールに書いてる「すいませんやらかしました」とか書いてるしじゃスクシュタイムしたいと思います みんなのこと見てるよ。ポーズ！すで <laughs> に私はみんなのこと見てるからね。そんなこんなで <laughs> そんなこんなで団長読みます。 13位、春507氏ありがとうございます。12位、アイコス氏ありがとうございます。11位、ハッピーアイスクリーム氏ありがとうございます。10位、天気のわ、<laughs> 位、天使の分け前氏ありがとうございます。9位、ラーマ氏ありがとうございます。8位、リュウ詩、ありがとうございます。7位、アザラシクジラン氏ありがとうございます。6位、新潟のあおちゃん氏ありがとうございます。5位、ヒラリ氏ありがとうございます。 4位小川万氏ありがとうございます3位ガトランティス氏ありがとうございます2位カナリー氏ありがとうございますそして1位ピーメガネ氏ありがとうございましたジー,<じ>ー <laughs> <laughs> ありがとう名前がちょっと変わってるハートが変わってるそんなに見ないんだよ 寝顔の写真いっぱい送ればメールの件数稼げいやメールの件数は稼がないと大丈夫です <laughs> ということでそろそろ終わりの時間となってきました皆さん今日はたくさん寝ましょうね明日公園なのでぜひもし現地に行けないよって方もいましたらあのー、DMM などで見てくださると嬉しいです それでは終わりたいと思います。みんなおやすみ。ありがとね、急遽ゲリラ配信だったっけど30分っていいね、そうだね。30分が一番いいかもしれないね。バイバーイ。